さて、本日は13歳からのアート思考ってことで、最近よく耳にするアート思考なんですが、今までの論理的な考え方だとか、水平思考だとか、そういったものとはまた違う新たな考え方、今までの考え方でちょっと行き詰まってしまっているな、そういう方必見の本書を予約していきたいと思います。では早速行きましょう。それではまず本書の結論からお話ししていきましょう。それは自分なりの考え方でいいんだよっていうことなんですよね。多分ビジネス書とか自己啓発の本を読んでいる皆さんはどういった考え方がいいのか、どういった思考方法が正解なのかっていうことを考えて、例えばクリティカルシンキングの本だとか水平思考の本だとか、そういったものをいろいろ読んできていると思うんですが、そうじゃないんだと。自分なりの考え方でいいんだよっていう、まず肯定が前提にあるんですね。その上で自分なりの考え方でいいんだけど、その自分の思考方法、思考っていうのを言語化していくことが大事なんだよと。そしてその方法をお伝えするっていうのが本書になっているんですね。なので本書を読むことで自分なりの考え方をうまく相手に説明できるようにもなりますし、自分の考え方を体系化して整理することもできるようになってきます。素晴らしい本書だと思いませんか？ぜひこの動画を最後まで見ていただいて、そのやり方を身につけていってください。自分なりの考え方でいいというのはどういうことなんでしょうか？そもそも自分なりの考え方は皆さんしてますか？あまりね、している人は少ないと思うんですよ。自分なりの考え方ってなんだよっていう話なんですけど、子供の頃を思い出してほしいんですね。そうすると自分のね、好き嫌いだったり、興味があることないことだったりで、好き勝手に思ったことを口に出して話していましたよね。そういった思考ってなかなか大人になるとできなくなってきますよね。なぜなら、例えばひろゆきさんがね、いや、それ主観ですよね、みたいな論破の方法があるように、主観っていうのは、いやいや、そんなの君の主観だから客観的事実で説明してよ、みたいな風に言われてしまうわけですよ。そうするとなかなかね、自分の身勝手な意見を言ったりする場面っていうのはなくなってくるので、この自分なりの考え方、自分得意のそんな見方っていうのができる場面っていうのが減ってきてしまっているという現状があるんですが、この自分なりの考え方、客観的な事実に基づかない考え方っていうのも大事なんだよと、むしろそれが発想につながってくるんだよっていうところがあるからこそ、本書ではしっかりと説明されているわけです。これはですね、日常生活はもちろん、ビジネスの場面でも発想方法としてすごく役立つ方法だと思います。次からね、その方法について入っていきたいと思います。それでは早速そのアート思考のやり方について入っていきたいんですが、わかりやすいように具体例はイラスト、絵を使って説明したいと思います。この絵っていうのはパブロ・ピカソの泣く女なんですが、皆さんこの絵を見てどのような感想を抱きますか？ここで例えばね、正解な意見っていうのは、いや、この泣く女っていうののモデルっていうのがドラマールっていう人で、当時ピカソの愛人だったんだよと。で、このドラマールって人はよく泣く感情的な女で、それを描いたのがこの作品なんだよみたいなね、意見を述べているとしたら、それは全くアート思考ではないわけです。アート思考っていうのはそういった事実とかっていう正解を導こうとするっていう手法ではなく、この絵を見てどう思うか、ただそれだけなんですよね。例えば悲しそうに見えるねとか、あ、この女の人派手に見えるねみたいなことを言えばいいんです。自分がこの絵を見てそのまま思ったことを言う、これがまずアート思考の第一歩なんです。しかしそれだけだとただの感想ですよね。そこから一歩踏み込む、より客観的にみんなに分かってもらえるような、その感想の言い方っていうのを身につけるために二つのことを考える必要があります。例えば派手に見えるっていう風に言ったならば、その派手に見えるっていうのはこの絵のどこを見て、何からそこを感じたの、何から派手だと感じたのっていうところを説明すればいいんです。例えばですね、今回この帽子の色が赤いですよね。ここから僕は、あ、この女性なんかちょっと派手だなっていう風に感じたんだよっていう風に説明できるようになっていくんですね。そうするとどん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 思考が深くなっていくわけです。なぜ赤色の帽子を着ていると派手だと思うの？逆に今度は客観的な事実ですよね。この赤い帽子をかぶっているっていう事実から、なんでそういう風に思うのか。そしたらまたそこで意見を言う。意見を言ったらどこからそう思うのか。そしてまた事実を見たら、事実からどうしてそう思うのかっていうことを繰り返すっていうことが大事になってきます。さて、ここまでの話まとめておきましょう。アート思考の一歩目として、まずあなたが絵を見たときに、そこから何かしらの事実を読み取った、あ、赤い帽子かぶってるなみたいな事実を読み取ったなら、そこからどう思うのかっていうところを説明できるようにしましょう。またあなたがね、絵を見たときにこの人派手だなっていう風に感じたのであれば、なぜそう思うのかっていうところを説明できるようにしましょう。これを繰り返していくところで、自分の考えっていうのを深めていくことができます。これ本書ではアウトプット感
鑑賞っていう言われているやり方になるんですが、こういった自問自答を繰り返すことで自分なりの答えっていうのを見つけることができるんですね。自分がどう思っているのかっていうところに焦点を当てているっていうことがこの思考方法の大事なところで、他の思考方法っていうのはやっぱり事実から客観的な事実を分析して述べるみたいなことが多いんですが、そうではない自分から出てきた自分なりの答えを考えるっていうところに、このアート思考の素晴らしいところがあるんじゃないかなというふうに思います。皆さんがアート思考のやり方っていうのがなんとなく分かった、そこでなぜアート思考っていうのが大事なのか大切なのかっていうところを説明していきたいと思います。それは現実っていうのが全て論理で片付かないからなんですね。論理的思考ももちろん大事ですし、水平思考だったりそういったものも大事なんですが、学校のね勉強と違ってやっぱり現実っていうのは正解がないものっていうのが多いわけです。その正解がない問題に対して正解を出そうとしていくんじゃなくて、自分なりの考え方っていうのを持っていくっていうことが何よりも大事なんだよっていうところで、アート思考っていうものが生まれてきているんですね。なので自分なりの意見を言ったりだとか、自分なりの新しい発想を生み出す、そういった場面ではアート思考をぜひぜひ使っていってほしいんですね。もちろんこれ絵の鑑賞だけじゃなくて、例えばその仕事のアイデア、仕事の方法に対して同じようにアウトプット鑑賞法を使うことができるわけです。なぜ私はそういったアイデアを出したのか、なぜ私はそういったことに対して反対なのか、そういった意見の出し方だったりアイデアの出し方だったりに使っていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。つまりですね、アート思考っていうのはなんか芸術家がしているような、子供がしているような突飛な発想をする、そういったことではなくって、子供の思考だったり芸術家の思考を他人が分かるように大人が説明できるようにする、その過程がアート思考なんだよっていうことなんですよね。好き嫌いだったり興味があるないっていうのを、なぜ僕はこれが好きなのか、なぜ僕はこれが嫌いなのかっていうところを説明できるようにしていく、これが大事になってくるわけです。それでは最後にですね、もう一つ日常的に使える例を使ってアート思考について解説していきたいと思います。例えばですね、あいつ嫌いだな、こう思うことってありますよね。でもですね、このあいつ嫌いだな、この感情でストップしてしまったら、ただのね感想になってしまうわけです。そこをよりね発展して、このあいつ嫌いだなを解決するためにアート思考っていうのを使ってみましょう。まずあいつ嫌いだなっていうのはただの感想ですので、どこからそう思うのかっていうところについて考えていきたいと思います。あいつ嫌いだな、なんで俺はあいつのこと嫌いなんだろうなと、あーなんかムカつくんだよなあいつ見てると、このムカつくんだよなっていうのもただの感想ですよね。なぜムカつくのか、そこを考えていきましょう。なぜムカつくのか、あいつ仕事が遅いんだよ、だからムカつくんだよ。この仕事が遅いっていうのは事実ですよね。じゃあこの事実の部分を変えれば、あいつ嫌いだなっていうところがなくなるはずですよね。じゃああいつ仕事遅いんだよな、あそうだ、じゃあ俺がこの前読んだアウトプット大全、これをあいつに紹介してやれば、もしかしたら仕事が早くなるかもしれない、そしたらあいつのこと嫌いじゃなくなるかもしれないなと、そういったどんどん発展的な内容を考えるようになってくるんですね。これがですね、アート思考のいいところなんですよね。あいつ嫌いだなでストップするんじゃなくて、もっとそのあいつ嫌いだなを深めていく、それによって解決する手段が見えてくるかもしれません。さて、ということで改めて本書のまとめをしたいと思います。それはアート思考っていうのはどこからそう思うのか、そこからどう思うのか、この二つでできているんだよと。まず事実があったならそこからどう思うのかを考えればいいですし、感想があるならどこからそう思うのかっていうところを考える、それで深めていくことによって新しい自分なりの答えっていうのを見つけることができるんだよ、それがアート思考なんだよっていうところなわけです。もちろん現実これをやってもうまくいかないこともありますし、僕もねまだなかなかねうまく使えてないんですが、これを考えるだけで徐々にですがね、やっぱり自分なりの思考方法っていうのが身についてきてるんじゃないかなっていう実感があります。今までねいろんな本を読んで、ああなるほどこういう思考方法があるのかっていう風に考えて取り入れるだけだったんですが、そうじゃなくて自分なりのやり方っていうのはやっぱりですねなかなか使いやすいんですよね。それにやっぱり他人と違った意見っていうのを出しやすい、差別化につながるので、ぜひ皆さんもね今までと全く違うこのアート思考っていう考え方を身につけて実践していっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日は
13歳からのアート思考を要約させていただきました。いかがだったでしょうか。非常に面白い本で、もっとね、いろんなアート思考の方法も書かれているので、ぜひね、手に取って読んでみていただきたいなというふうに思います。ということで、この動画が良かったと思われる方、ぜひぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それがね、僕らのモチベーションにもつながるので、ぜひぜひしていっていただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。